はい、どうも皆さん、こんにちは。武田でございます。はい、よしきでございます。ああ、いいですね。ございますだから、ね、この挨拶いいですね、うん、いい感じです。すいません、ちょっと 今左手で持ってるからちょっと疲れるんで、ちょっとあの俺の顔切れてる。ごめんごめんごめん、疲れてるんで、ちょっと早めに、ちょっと今日あと恥ずかしいからね、周りに人いるんで。オッケー、結構時間ないよ。見て時間もないし、見てもらうと分かるんですけど、結構人います。結構います。それで思ったんですけど、こんだけ人いるからちょっとパッと思いついた企画なんですけど、はい、俺より足早いやついないんじゃないかって。あー、早いのいないんじゃないかっていうか、うん、ここで俺はチャンピオンになりたいです。なりたい。そうだって東洋で10秒ならなしっても10番手、確かに。そしたらもうここ、オダフィールドぐらいではちょっと1番ならせてくれと、ちゃんとそこは足早そうな人に声かけていって、そこで足早い人10人声かけて、声かけて10秒ならいいかがいなかったら、もう代々木で俺より早いやついない。じゃあ早速、そうですね、もう時間ないから早速聞いていきます。行くか、行こう。では行こう。早速、一人目見つかりました。お、はい、すいません。どうですか、100m になるんですか。私ですか。現役時代でいいですか。現役時代、もちろん現役時代、現はい、13秒1、はい、あ、勝ちました勝ちました。ちょっと待って、声かける人間違ってるから。あ、違うっすか。違うから、足早そうな足したんで。靴とか違うから、靴とか早そうだったんで。靴とか、靴とか、これでさっき走ったんで、はい、いや、早そうだなと思ったんで、ちょっと声かけてたもんなんですけど、ちょっと勝ちました。とりあえず1人目です。1人目勝ちました。はい、OK、 ありがとうございます、はい。そう、浮かれてる感じマジ速いっす。2人目です。はい、めっちゃ速そうじゃないですか。ちょっと待って、なんすか、また女子じゃん。いや、ねえ、普通でしょ。違うでしょ。まだ聞いてみよう。いるから。オッケーオッケー。で、外国にもいるから。ちなみに大学生ですか。大学生です。大学何年生ですか。何年生ですか。一条です。あ、一条、一条って言うんですね。大学一条って言うんですね。一条って言うんですね。一条ね。ありがとうございます。足早いと思って。いや、乗りいいかよ。え、ちなみに 100m になりますか。 100m は、私 100m じゃないです。あ、でも、じゃ小学校、中学校でも小学校でもいいんで、もう、あ、でもいいんで。え、13秒半分ぐらい。あ、勝ちました。いや、当選だわ。あの、TKD で調べていただくと、Twitter で僕いるんで。はい、わかりました。ぜひ調べてください。ちょっと上げて。TKD、高田ですか。武田です。3人目です。はい。足早いそうです。あのさ、女の子は違うから。違うんすか。違うから。違うの。違うんすか。ね、あ、じゃあ、まあ一応聞いてみ、一応聞いてみ、一応な、一応ちょっと聞きしたいことがあって、 100m のベストタイム覚えてますか。あ、私100の選手100、1回も出たことがなくて。あ、もう全然公式タイム記録とかじゃもうなくて、もうなんなら小学校とかです。多分、うん、はい、15キロくらいですか。勝ちます。言わせねえよ。あ、もう待ってます。オッケー。4人目見つかりました。はい、ちょっと聞いていきたいと思います。はい、この方です。いや、はい、いやいや、違うって。違うないです、うん、違うないです。じゃあちょっと早速なんで、ええ、どうぞ。聞きしたいことございまして、はい、あの 100m って昔どんぐらいで走られてたか覚えてますか。ああ、僕ね、短距離得意でね、はい、11秒切ってましたね。マジっすか。10秒、マジで6かな。負けたんだけど。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。今ね、短距離で面白いじゃん。はい。ちょっと、なんとか、やめろ。隠し撮りやめなさい。やめなさい。ちょっと許可取ってるんだから、こっちは。